結婚式まで残り1週間となりました。こんばんは、モナです。アオイです。来週の日曜日にはネパールに出発するんですけど、今回ですね、私とアオイの結婚式だけじゃなくて、お姉ちゃんとモナの合同結婚式になります。おい、それがネパールで行われるんですけど、ネパールの結婚式どんなんなんだろうかっていうのをちょっと知ってもらいたいなと思ったの、うんうんうん、なのでちょっとサクッとね、今回の結婚式の流れをこう言っていきます。今回モナたちの結婚式は12月の11日から12月の18日まであります。長っっていう感じですよね。そう、俺も最初聞いた時長っそう、日本だとね多分1日、まあ、基本1日だよね、うん、なるほど。なんか午前でやって午後ちょっとみんなでご飯食べてってやつやの、みたいなね、うん、ネパールではなんかね、まあ、昔の日本と一緒っていうようなイメージを持ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、結納みたいな感じで男の人から女の人にこう迎えに行って、その時親にいろいろこういろんなものをあげて、うん、娘さんを連れて帰るみたいになるんですけど、ネパールまでまず日本からは最短直行便で6時間かかります。6時間、それがいいよね。はい、でもちょっと今高いんですよね。なんでモナたちはマレーシア乗り換えのだいたい15時間かけてネパールに行きますと。11日がメヘンディって言って、ね、そう、メヘンディっていうのはこれは実はネパールのカルチャーじゃない、うん、これはインドのカルチャー。メヘンディって言うんですけど、それは手にヘナをこうやるんですよ。そうで、今日本でも多分結構流行ってるヘナタトゥーってやるじゃん。でヘナタトゥーってこう書いて、それがこう乾いて濃くなるみたいな、2週間ぐらい経つみたいな、もうまさにそれなんですけど、ネパールではこう髪の毛染めるのに使ったり、白髪染めとして使ったり、おしゃれとして使うんですけど、花嫁さんは基本的には手のひらと足と全部するで、これがこうやった時にこうオイルとか置いてこう肌に染み込ませて 2,3 週間経つんですけど、この一番最初の時点でこれが手にこう色が濃ければ濃いほど旦那さんに愛されるって言われたり、旦那さんの家族にすごく大切にしてもらえるっていうような願掛けじゃないけど、そう、意味合いがあるんです。そう、でそれともう一つあるのは、なんかお姉ちゃんが言ってたね、手のどこかに葵のイニシャルを入れるんだって。で葵もどこかにモナの名前を、俺もヘナ入れるの、入れ、あの、なんだろう、ポイントだけポイントねってやるんですけど、なんかそれをお互いにこう見つけ合うことでよりいい夫婦関係になるっていうふうに言われてます。1日目はそんな感じで、午前中だけヘナをやって、午後はフリータイムで次の日の準備になります。はい、で12日はお休み。12日お休み。ああ、さすが移動疲れと、そう、ヘナタトゥーも染み込ませる期間も必要あるしね。そうです。あとは13日が本番になるから、それの準備日として1日を、この13日が本物の結婚式になる。でこれはスパリとか言って、こうなんか種があるんですよ、ネパールの。この日本語でなんていうかわかんないんだけど、ひまわりの種違うね。はい、てかスパリっていうこのちっちゃいちっちゃいなんか種なのかな、なんか瓶みたいなを旦那さん側が持ってくるんですよ、女奥さん。ひまわりの種はいはい、ちょっとごめんなさい。なんですけど、でこれを持ってくるっていうのが初めての結婚式を申し込むというか、もう完全にこう確定させますよっていうもの。そうで、これを持ってくるっていうこの日がすごく昔は大事で、なんか生話だけ言って結婚しますって言っといて、面でも全部用意してるのにこれを持ってこないっていうのは結婚しないってこと。そんなって言い回りの種が大切なの。そう、すげえ。そう、はい、その日に旦那さんのお家からはいろんなお供え物とか、フルーツとか果物とかデザートとか服とかジュエリーとかいっぱい持ってきて、で奥さんをこんなにいっぱい持って私たちは幸せにしますよっていうのを示す時間になる。そうで、その日はそれでこう迎えに行って、夜はパーティーをして、新婦側の方、女の子の方の夜でこの子がもう行っちゃいますよっていうパーティーをして、13日の夜ね。13日の夜が、13日はもう朝からこう1日になります。でも本当ネパール人ってお酒好きで、踊るのが好きで、もうバチャ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 するのが好きだから、おしゃべりも好きです、ね、そう、遅くまで行くんですけど、はい、ここからなんですよ。本当はこの13日でこれが終わりのはずだったの、だけどネパールってこうなんていうんですかね、生まれてから私が生まれたその方角とか時間とか、そのなんだろう、それで自分の月
がこの占える紙がある、ね、その紙を見てお坊さんが私の運と葵の運が一番合うタイミングを決めてくれる。でそのタイミングで指輪の交換をしないといけない。そうで、ちなみにモナのママとパパはそのタイミングを逃した場合なんと5年後でした2人のタイミングで、葵とモナ、そしてお姉ちゃんとさ、あの旦那さんのタイミングが12月14日の10時12分寸単位そう、なんかはっきり決まってて、でネパール人ってすごい時間もネパールタイムなんですけど、ネパールタイム、これに関してはお坊さんも時計見ながら12にピッて言ったら、はい指輪交換してください、みたいな感じで、ネパールタイムじゃなくてそれはもう超鮮明に準備をします。そう14日はあの完全に午前中のその時間だけになって午後は集中して、ね、で15日、いよいよ美大っていうんだけど、美大っていう日で、この日はもう花嫁はこの家を抜ける日なんですよ。完全にもうそこのお家の子じゃなくなり、旦那さんの方の向いた矢沢家に入る、嫁いでいくってことですね。そうです。だから基本的にこの日はもうみんな怒号泣の日、怒号泣、そうママからすると大好きな2人の娘がもう手を離れるっていう状況になるので、イメージ的には旦那さん側は嬉しいん、だから自分の家族とかみんな連れて音楽バンドをボーン騒ぎながら迎え行きだぞっていうので、奥さんのお家に行く。奥さんはもう泣きながらママたちにバイバイして、だから泣きながら泣きながらその旦那さんの盛り上がってる家族と一緒にその車に乗って、そこから連れて帰る。で連れて帰る時もお母さん家族側の家族も一緒にこうついていって、行く人たちもいる。そうでも親とかは基本ついてこない、もう終わり。だからもう泣いて娘いて終わりみたいな。で旦那さんの側はもう来たからみんなでジャガジャガ踊りながらお家帰ってきて、初めて旦那さんのお家にこう足を一歩入れるんだけど、その足を一歩入れるっていう瞬間すごく大事で、それもなんかお米を足で蹴って前に入るとか、ちゃんとその下しきたりというかそのやつがある、そうで今回まあネパールで行うので葵さんはお家がちょっとないですよね、うんうん、でもう最高なことにお姉ちゃんの旦那さんも大好きな旦那さんのママが娘ちゃんを2人とも葵さんも自分の子としてこうなんだろうな、こう、ね、大切な家族だから一緒に迎え入れてくれるっていうので、あのサグンの方のお兄ちゃんの方のお家で、あの私たちも一緒に入っていくっていうので同じような形を取らせてもらうことになります。でそこはもうそこでまたこの旦那さん側のお家でいろんなこう儀式があって、15日は、まだ1日中で午後にまだパーティーです。この子が来たよってお家にっていう旦那さん側のうちのパーティーがある、そうでこれが言ったら本当の結婚式の最終日ではあるのですが、まだあると18日まであります、ね、今15日やからな。で15日からの16、17は休みです。さすがもうまだ何回も周りに説明してるからさ、お休みで、これは娘さんが嫁ぎました、嫁いでから2日間は旦那さんのお家で普通の暮らしをするの。慣れないとね。そう普通の暮らしに慣れてちょっと経って18日になると、感覚的にはお母さんとかその娘さん側の親が自分の娘ってちゃんとやってるから、いじめられてないかな、ちゃんとした部屋や場所や食べ物もちゃんと食べさせてもらってるかなとかっていうのを確認するために2日後に1回その旦那さんの方のお家に行って、そこでパーティーがあるみたいな。そうだから完全に本当にいい出会いで、もうこれから私たちは家族と家族で大家族になるんですよみたいな感じのパーティーがあって、それがムクヘルネっていうんだけど、ムクっていうのが顔なの。ムクね。ムク、うん、でヘルネっていうのは見るってこと。顔見るよーって、ね、そうだからね、ムクヘルネ、ムクヘルネ、はい、っていうムクヘルネディっていうのがあって、でその日が終わって最終的に終わりになりますと。まあ、合間合間お休みには観光行ったりする予定でもありますし、見てる人がネパールの結婚式はなんかどんなイメージなんだろうっていうのが多分あると思うので、ネパールの衣装とかも、まあ、ネパールの結婚式は基本赤です。赤なんだ。はい、もうめでたい色は赤で、赤とか黄色とか緑とかいろんな色着るし、この色着ちゃダメっていうのは特にない、うん、でも真っ黒や真っ白はそこまでなんだろう、めでたくないじゃん色が。だからあんまり着ないんですけど、葵さんもなんと全部採寸して葵さんのサイズの服も用意してます。なんで2人揃ってネパールブライダル。
どうですか皆さん、今のでちょっとはあのネパールの結婚式をご理解いただけたかなと思います。でちなみに、うん、今言ったのはモナのネパールの民族の結婚式のやり方。ネパールって前も言ったけど民族がめちゃめちゃあるんですよ。100種類以上の民族があるから同じやり方でやらないことが多い。でモナはネワール族なので、これはある一つのネワール族のやり方なんで、人によっても違うし明示しない場合というのもあるので、そこはなんか、あ、そんな感じなんだって思ってもらえたら嬉しいです。ちょっとね情報が違ったりとかするかもしれないんですけど、大体はこんな感じです。はい、ということなので、はい、あのぜひぜひ12月11から18までのあのモナの結婚式、あのインスタとか TikTok でもうマジで随時リアルタイムで発信しようと思ってて、このスケジュールを覚えておいてもらいながら、そう、あ、今日この日だなとか思ってもらえたらめっちゃ嬉しいってことなので、あのぜひインスタグラムの方もフォローいただけると嬉しいです。葵とモナのインスタをここに貼っておきます。はい、あの YouTube もコメントとか本当いつもありがとうございます。あのちょっとコメント返したりとか、今後ももうちょっとねアクティブにね、SNS 私たち頑張っていきますので、はい、引き続き応援よろしくお願いします。はい、では皆さん今日も長い時間見ていただきありがとうございます。多分これが投稿されてる頃にはモナはネパールに出発してるかもしれない。出発してる頃俺ら、ね、ネパールで始まるので本当にやばい、緊張してる、楽しいだね。みんなにも聞いてもらって嬉しかった、ね、はい、とっても嬉しいです、ね、では皆さん、また会いましょう。せーの、ペリベットだー